ギリシア劇場、デメーテールとペルセポネーの聖域アゴラの聖域。円柱形の祭壇通り屋敷中東とモザイクを持つ、家アーチを持つ家モルガンティナは、シチリア東東部の内陸部にある高古学遺跡である。イオニア海からは約 60km 離れており、エンナ県アイドーネの北東、約 2km に位置する。遺跡には、南西から北東に走る 2km のセラ、 オルランドとして知られるオネと、その近くの下でラと呼ばれる丘が含まれる。モルガンティナには何回かの入植が行われている。最も古いのは、下でラ地区にあり、紀元前11、10世紀から紀元前450年頃まで存続した。もう一度は、セッタオルランドで紀元前450年から紀元後50年頃まで存続した。 モルガンティナの発掘は20世紀の初めから開始されている。セルッタ・オルランドからは、ラテン語でヒスパノーラムと刻印した多くのコインが発掘され、トルコの考古学者、ケナン・エリムがこのコインとローマの歴史家、ティゥス・リウィウスが残した文章をもとに、セルッタ・オルランドで発見された古代都市のが、モルガンティナの遺跡であると主張した。モルガンティナは書物によっては、モルガンティア、 ムルガンティアあるいは、モルガンティウムと呼ばれることもある。古代のギリシア語書物では、ストラボンが、ローガンマニュータウイオタニュー、ディオドロスが、ローガンマアルファニュータウニューイータと記載している。ローマ時代のラテン語書物では、ムルガンティア、ムルゲンティア、モルゲンティアと呼ばれる。キケロとダイプリニウスはその住民を、マージェンティーニーと呼んでいる。ストラボンは、モルガンティナは、 ローマ以前のイタリック人であるレギオンのモルゲテスビトが建設したとしている。ハリカルナッソスの歴史家ディオニュシオスは、モルゲテス人はモルゲスという名前の王に引き入られていたと述べている。歴史上にモルガンティナの名前が最初に現れるのは、紀元前459年で、シケル人の指導者ドゥケティオスがここを攻撃して占領している。ドゥケティオスは、 紀元前449年にの前で、シュラクサ祭に敗北するが、この時点では、モルガンティナは、ドゥケティオスが支配していたと思われる。その後のモルガンティナに関する記録はトキディデスが述べる、シュラクサ祭を中心とする、シケリアのドーリア人都市と、カマリナカルキダ人都市、シケル人、アテナイ連合の間の戦争中の紀元前427年から、 紀元前424年にかけての停戦期におけるものである。ドゥキディデスはゲラ会議において、シュラクサイはモルガンティナをカマリナに引き渡し、代わりに賠償金を得たと述べている。カマリナは紀元前405年にカルタゴに破壊されているため、少なくともその時点では独立都市となったと思われるが、紀元前396年にシュラクサイの選手ディオニュシオス一世に、 再占領されている。その後、シュラクサ祭は、第二次ポエニ戦争まで、時には名目のみの時期もあったが、モルガンティナを支配した。紀元前317年には、シュラクサ祭の選手、アガトクレスを受け入れ、その後追放はしたものの、シュラクサ祭に復帰した際にはその手助けをしている。アガトクレスは、モルガンティナのプラエトルに選ばれ、後には、ドゥクスとなった。 第一次ポイに戦争勃発直後の紀元前263年、シュラクサイの選手ヒエロン2世がローマと同盟すると、モルガンティナもローマの派遣を受け入れた。戦争終了後、シケリアはローマのシケリア属州となる。しかし、第二次ポイに戦争中の紀元前214年に、モルガンティナはシュラクサイに従ってローマから離れ、カルタゴと同盟した。 紀元前211年までは、モルガンティナは、独立を維持し、ローマに最後まで抵抗した仕切りア都市となった。その後、モルガンティナは、戦利品として、スペイン人傭兵に与えられた。紀元前132年、第一次奴隷戦争の指導者エウヌスは、モルガンティナで死亡している。第二次奴隷戦争では、モルガンティナは、奴隷軍に包囲され占領された。 モルガンティナに関する最後の記録はストラボンによるもので、彼の時代にはすでに存在しなかったと述べている。モルガンティナの経済に関して触れた書物がいくつかあるが、最も有名なのは、ビティスマージェンティナというブドウの品種に関するもので、大化と農業学者のコルメラ、ダイプリニウスが触れている。このブドウからはワインが作られたが、ダイプリニウスは、 シキリアのワインの中で明らかに最上のものと述べており、2世紀までには、この品種は、シキリアからイタリア本土に移植された。モルガンティナの最初の発掘は、1884年に、ルイジ・パパラルドによって行われた。彼は、ネクロポリスの一部、大きなテラコッタの下水管、2軒の家を見つけている。彼が発見した家の一つは、パパラルドハウスと呼ばれているが、これは後に、 アメリカ人工古学者が名付けたものである。パオロオール氏はモルガンティナのものと思われる発掘物を記録しており、1912年に敷くを開始した。彼は球団のテラス、壁、彼自身が名付けたローマ人の家を発掘している。モルガンティナはシチリアにおけるアメリカの主たる発掘場所の一つである。現在ではカターニア県パリケと スタンフォード大学及び北イリノイ大学とスカンジナビア協会が合同で行っているモンテ、ポリッツォの2カ所もアメリカが力を入れている遺跡である。1955年にはプリンストン大学による大規模なプロジェクトが開始された。当時はこの遺跡がどの都市か特定されておらず、発掘は大学院制のトレーニング目的であった。このチームにはここが モルガンティナであると提唱したエリムも加わっていた。また、1950年代にスウェーデン王グスタフ6世やドルフが何度かモルガンティナを訪れている。1960年代の後半にはプリンストンの大学院生であったヒュバート・アレンが発掘の運営を行っていたと思われるが、博士法取得後にイリノイ大学に職を得た。このため、 イリノイ大学も発掘に加わることになった。1970年代に入るとプリンストンは撤退した。アレンは1975年まで発掘を続けたが、その後しばらくはアメリカ人による発掘は中断することになった。それまでの発掘により大量の埋蔵物が発見され、データも収集されていたが、まとまった出版物はなかった。 1978年にバージニア大学のマルコルム・ベル教授がモルガンティナ発掘の成果を出版することを目標にしてプロジェクトを引き継いだ。ベルはプリンストンの大学院を出ており、モルガンティナのテラコッタ像に関する論文を書いていた。1982年からはセルッタ・オルランドの調査に取り組み、それまでの発掘での疑問点を一つずつ解決していった。 1983年からは一連のモルガンティナ研究の本がプリンストン大学から出版され、2013年には第6部が出版されている。このシリーズがモルガンティナ研究の主たる出版物だる。1990年にはウェズリアン大学のカーラ・アントナッキオが紀元前7世紀以降の下でらに関する出版の責任者となった。これ以降、 バージニア大学とウェズリアン大学は他のアメリカやイタリアの研究機関と共同で多くの学者や学生を発掘現場に送っている。発掘物は現在主にプリンストン大学の考古学部が保管しており、一部はイリノイ大学にもある。2003年からは当時東京大学に所属していたサンドラルコーレが北側にある紀元前3世紀の浴場の発掘を開始した。 そこでは最初期のドームやアーチ天井といった興味深い構造物が発掘されている。ボーリテリオンと呼ばれるギリシア式の議会場はアゴラの西側にある長方形の建物である。紀元前3世紀に建てられたもので、紀元前5世紀からヘレニズム文化を受け入れていたモルガンティナが最も繁栄した時期にあたる。建物は2つの部分に分かれている。 壁で囲まれた前提から中廊を通って、坑道の東の壁にある出入り口に通じている。長方形の複次構造物が長州が座る木製のベンチを支えている。この構造物とつながった石の控え壁が南側の擁壁を支えていた。現在では基礎部分と坑道の南側の一部が残っているのみである。博物館の内部1980年には、 モルガンティナの発掘物を展示するアイドーネ考古学博物館がオープンしている。元は17世紀のカプチンフランシスコ修道会の総員である。2階建てでモルガンティナの歴史前、アルカイク期、古典期の発掘物がテーマごとに古代の日常生活がわかるように展示されている。この記事には現在パブリックドメインである次の 出版物からのテキストが含まれている、バンベリー、エドワード・ヘルベルト、モーガンティア、イン・スミス、ウィリアム、ディクショナリー・オブ・グリーク・アンドロマン・ジオグラフィー、に、ロンドン、ジョン・マレー、ピアニッシモ、370-371、モルガンティナ研究シリーズ。ありがとうございます。